日本東京都国分寺市、藤本藤本は東京都国分寺市の町名。現行行政地名は藤本1丁目から藤本3丁目。郵便番号は185-0031。藤本90度優位にある東京都の中心を示す案内看板富士本1丁目から見える富士山国分寺西部に位置し、北東は新町及び戸倉、南は日吉町、西は 光町、高木町及び立川市若葉町に隣接する。町内は、閑静な住宅街である。藤本三丁目は、日本数学検定協会が、実験的に求めた東京都の重心があり、近くの藤本90度遊園に看板がある。武蔵野大地の武蔵野面に属しており、南西側の光町が、国分寺崖け線を挟んで、 立川面となり急激に低くなっているため、南西方向の富士山が見える地域がある。住宅地の地下は2014年1月1日に公表された工事地下によれば、藤本一丁目15万13の地点で29万3000円、平方メートルとなっている。富士信仰に基づいて祀られた浅間社があったことにより、名付けられた大技江の木戸神殿の正直富士坊が、 地域の大部分を占めることに由来する。浅間社の社殿は明治10年に台風で倒壊し、祭人が江ノ木土神殿神事のあたこ神社へ移された。跡地は藤本ワクワク公園となっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。